今病院にいる子どもたちが退院した後も病院にいたことを忘れたく思わないように病院の中にいるけどいろんな人と喋って話していろんなことを知ってもらってで退院した後も明るく過ごせるようにしてくれたらいいなと思います。